北朝鮮の軍事力を徹底分析するミサイル開発に地道を挙げるが、通常戦力は骨董品のオンパレードという事実。近く、月2回のペースで北朝鮮がミサイルを乱れ撃ちする理由。ここ数年、北朝鮮がミサイルロケットの乱れ撃ちを加速させている。直近では5月27日に軍事偵察衛星打ち上げ用のロケットを発射、不具合が生じたため自爆させ失敗し、3日後の30日には超大型放射砲、短距離弾道ミサイルを試射。18機の移動式、トラック車載式、ランチャーを横一列に並べ、約 365km 先の洋上の小島を目標に精査した。防衛省発表の北朝鮮による核弾道ミサイル開発についてなどによれば、同国の弾道ミサイルの発射回数は2020、2021年の各4回に対し、2022年は31回に急増。2023年も18回で、2024年は巡航ミサイルも含め5月までに少なくとも13回、月平均2回以上のペースで打ち上げた計算だ。今年5月30日の試射に立ち会った北朝鮮の最高指導者、金正恩氏は、今日の威力G 射撃は、我々に手出しすれば、どんな結果に直面するか、はっきり示す契機になるだろう、と断言。続けて、恐るべき威力を誇る、世界最強の我々の方式の戦争攻撃手段が厳格に準備されている、と強調した。核兵器を連想させるあたりは蜜月の間柄であるロシアのプーチン大統領とうり二つだ。ミサイル乱れ撃ちの理由の一つについて、朝鮮半島情勢に詳しい国際ジャーナリストはこう推測する。ウクライナ戦争やガザ紛争に絡む中東での武力衝突では弾道ミサイルが多数使われ、武器が数少ない外貨獲得源の北朝鮮にとってまたとない儲け話と映っているはずだ。弾道ミサイルを欲しがっている国は多いので、プロモーション的な意味合いも込めている可能性が高い。スウェーデンのシンクタンク、ストックホルム国際平和研究所、シクリー発行のイヤーブック2023では、北朝鮮保有の核爆弾数は、2023年1月現在で30発と推定する。また、A シンクタンク、国際戦略研究所、EIS、のミリタリーバランス2024年版によれば、核搭載可能なミサイル数は最も射程距離の長い大陸間弾道ミサイル ICBM 射程 5500km 以上、約17発を含む110発以上と推計。これに潜水艦発射弾道ミサイル SLBM や巡航ミサイルなどが加わる。現在核保有国は米中中英仏、インド、パキスタン、イスラエル。ただし同国はノーコメント。北朝鮮の9カ国で通常戦力の充実も並行して行うのが普通だが、北朝鮮だけは例外で、戦車や軍艦、戦闘機など主力兵器の充実近代化にはあまり力を入れないため陳腐化や老朽化が激しい。軍事費の大半を核ミサイル開発に注ぎ込む移転豪華主義を貫くことで金一族体制の存続を図る戦略なのだろう。では、北朝鮮の通常戦力はどの程度なのか。近く、総人口の3割も占める戦時動員兵力の無謀さ、韓国との戦力比較を別表に掲げたが、北朝鮮の正規軍総兵力は128万人で、インド、中国に次いで世界3位、韓国、50万人の2倍以上である。注目は、正規軍業力準軍隊予備役の戦時動員兵力で、約780万人に達し総人口の実に3割を占める。軍事の世界では、経済活動を維持しつつ動員可能な兵力の限界は、一般的に総人口の1割程度、と言われる。韓国は約660万人、総人口の約 13% なので、この法則に忠実なのがわかるだろう。一方、人口が韓国の半分に過ぎない北朝鮮は、劣勢をカバーするために根こそぎ動員を余儀なくされている実態が浮かび上がる。
予備役の大半は労農赤衛隊という民兵組織で、60歳までの兵役を終えた健常な男性のほぼ全員に加え、未婚女性も入隊が半ば義務化されているという。ある軍事評論家は、食料事情の悪さや疲弊した経済を考えれば、練度や士気は相当低いと見ている。定期訓練はあるが、銃の扱いどころか上官の号令通りに隊列を組み、行進することもままならないのではないか、と解説する。北朝鮮軍は総兵力128万人のうち110万人、全体の9割超が陸軍という組織構造も歪だ。金王朝存続のため、国内に睨みを利かす治安組織という側面もあるが、小銃で武装した歩兵を大勢抱える人海戦術を21世紀になっても続けているようだ。近代兵器の不足をコストのかからない歩兵の大量動員でカバーする発想は旧日本陸軍と酷似し現代戦では通用しない。都前での軍事評論家は手厳しい。近く、未だに現役で名を連ねる旧ソ連製戦車の威力は？陸軍部隊の中でも特に目につくのが特殊部隊の巨大さだ。9万人弱に上り、特殊作戦軍と呼ぶ独立組織まで編成するが、これほど大所帯の特殊部隊は他に類を見ない。韓国軍の背後でテロゲリラ活動を大々的に行う不正規線が主任務で、要人の暗殺誘拐も得意とするなど、韓国軍にとって手強い相手である。近代装備に勝る韓国軍には、核兵器、特殊部隊の2枚看板で対抗するというのが北朝鮮軍の基本戦略と言える。主要装備に目をやると、大半が半世紀以上前の代物で、某ミリタリー雑誌記者は、軍全体が動く軍事博物館だ、と皮肉る。主役の戦車を見ると、総数は3500台で韓国の2100台を大きく上回るが、中身は旧ソ連製のオンパレードで、第二次大戦時に活躍した T の34が未だに現役で名を連ねる。同車はナチスドイツ軍のナ戦車、パンターやティーガーと戦火を交えた傑作車で、こんなヴィンテージカーを戦力として重宝している国は他にないだろう。他にも、1950年代に開発の T の54-55や同社の中国ライセンス生産版の59式戦、1960年代に量産を始めた T の2など骨董品級が揃っているアーテール。旧式車両が多いと保守点検に、手間暇コストがかかる反面、稼働率は下がるためかなり非効率。加えて一定台数は部品取りに回されるため、実際に動く戦車は相当少ないのではと見られている。しかも国連の経済制裁と外貨不足で燃料の調達にも苦労しているようで、必然的に戦車の操縦訓練も割愛せざるを得ないという。もちろん、現代の戦車戦では必須な、照準や射撃などで使用する先端の電子装置が完備されているとも思えない。なんとか現代戦で通用するのは、旧ソ連製の T の72くらいで、それでもデビューから半ば世紀以上経つ旧式戦車である。ちなみに同社の改造型が、ウクライナ戦争で多数使用されている。このほか、T の72を元いに北朝鮮が開発した戦馬、チョンマやアメリカの M1 の完全コピー戦車が軍事パレードなどに登場しているらしいが、詳細は全く不明で量産されている様子もない。前でのミリタリー雑誌記者は、パレードなどで引き回されるだけの出しのような存在で、単なるハッタリではないか、と分析する。一方、2万門超という砲兵戦力は圧倒的で、韓国軍のほぼ2倍に達する。大砲、榴弾砲、や迫撃砲、多連装ロケットシステム、MRL の合計だが、特に MRL の数が5500機と驚異的である。韓国に攻め込む際、まず韓国の総人口の半分、2600万人がひしめくソウル首都圏に集中砲撃を加え、パニックを起こさせるつもりなのだろうか。砲兵部隊の強化にはことさら熱心だ。近く、
医療のディーゼル式弾道ミサイル潜水艦の存在感、海軍も弱小老朽化が目立つ。それでも北朝鮮の軍艦隻数は約790隻満載、排水量総数10万トンで、韓国は同約230隻29万トンとのデータを示し、中には艦艇の隻数だけを比べて北朝鮮の方が優位と断定するメディアすら存在する。だが、どれだけ艦艇数が多くても旧式、小型、低性能では意味がない。事実、北朝鮮は韓国と比べて隻数は3倍以上だが、満載排水量の合計は逆に約3分の1で、北朝鮮海軍は中小艦艇で占められていることが見て取れる。これらは沿岸や近海での活動が主で、満載排水量500トン以上の大型水上戦闘艦、コルベット、フリゲート、駆逐艦、巡洋艦などの隻数は7隻に過ぎず、外洋での活動は得意ではない。しかも老朽化がひどい。1950年代に誕生した旧ソ連製駆逐艦などは序の口で、第二次大戦勃発以前の1930年代にデビューした旧ソ連製コルベットが未だ現役だ。それでも2010年に国内建造された新鋭のカモ緑、アム6、旧コルベット2隻は、ある程度のステルス性能を有する洗練された軍艦で、核弾頭搭載の巡航ミサイルも運用可能と推測される。そんな弱小な海軍の中でも、潜水艦は注目で、弾道ミサイル潜水艦と多数の小型潜水艇を保有する。通常型、ディーゼルエンジン推進潜水艦は、北朝鮮の21隻に対し、韓国が20隻と数ではほぼ互角だが、北朝鮮の潜水艦は1950年代に設計の旧ソ連製ロメオ9をベースにしたものが大半で、しかも潜水艦にとって命の沈め性、静粛性は著しく劣る。あまりの騒音のひどさから、まるで海中でドラを鳴らしながら潜航しているようだとも揶揄されるほどと軍事評論家は話す。対する韓国は、世界的に定評のある毒性209-214型のライセンス国産で、全て1990年代以降の建造である。ただし北朝鮮はロメオ9を改造し、潜水艦発射弾道ミサイル SLBM 一発を収納した弾道ミサイル潜水艦新浦進歩型を数年前に建造し、周囲をざわつかせた。深海に潜む潜水艦は発見捕捉が難しく、仮に核戦争となって相手の核攻撃で自国が壊滅したとしても、核ミサイル搭載の潜水艦が健在なら一矢報いるとばかりに報復手段に訴えることができる。軍事専門用語でいう生産性の高さで、この手段があれば敵対するアメリカも核の報復を恐れ、北朝鮮への攻撃を躊躇せざるを得ない。これが究極の抑止力である。2023年には、新浦をさらに進化させた、金金玉、キムクンオク、AU、型を開発。推測では SLBM10 発巡航ミサイルとの説も、を備えるという。同種の潜水艦は、米津宇宙衛仏、インドも保有するが、いずれも原子力推進の弾道ミサイル原子力潜水艦 SSBN で数ヶ月潜航可能という抜群の秘匿性が売りである。しかし、新浦や金金玉、キムクンオク、AU、型は通常型で、潜航時は充電したバッテリー電源が頼りなので、連続潜航日数は最大でも1週間持てば上出来だ。このため、軍事専門家の多くは、近い将来、SSBN を開発するための研究用と見ている。小型潜水艇は水中排水量100-300トン程度で、特殊部隊十数人を闇夜に乗じて韓国に潜入させるために使用されるものと見られる。現在50隻ほど保有するが、この種の艦艇をこれだけ備える国は他にない。